鶴巻は、西木義家西木義族の常緑鶴生木本。別名、琉球鶴巻、長場鶴巻、丸場鶴巻。種商名は、幕末に来日した、イギリスのプラントハンター、ロバート・フォーチュンへの懸命。緑色の枝の各所から、多数の気根を出して、他の樹木をよじ登るか、地上を這う。葉は、角質で、 長さ0.3から1センチメートルの傭兵を持って、年茎ごとに1から5体、体制する。葉の形は、楕円形、長楕円形、時に円形で、円には定挙子がある。葉身は、長さ1.5から6センチメートル、幅0.7から3センチメートルになる。花期は6から7月、今年枝の下部の葉液や、ガリンコン脇から、周産花状をつける。花は4弁で、 単緑色、花弁の長さは2ミリメートル、花の径5ミリメートルになる。湧水は4本つく。柿は10から12月、果実は果てで径5から6ミリメートル、割れると、大々赤色の仮種皮を持つ種子が現れる。日本では、北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布し、林内に自生する。東アジアでは、朝鮮、中国、 フィリピンにも分布する。共畜等の価の低下カズラとはよく似ている。以下のような点は共通する特徴である。花が咲けば全く違うのでわかるが、若い枝では悩ましい場合がある。区別点については、低下カズラ類似の植物の項を参照のこと。ありがとうございます。